花咲舞が黙ってない原作、池井戸潤が撮影現場で主演、今田美桜を絶賛。半沢直樹の登場にも言及、今田美桜が主演を務める日本テレビ系連続ドラマ、花咲舞が黙ってない、土曜午後9時の収録スタジオを原作者の池井戸潤氏が訪問した。花咲舞が黙ってないは、東京第一銀行を舞台に、不正を絶対に見て見ぬふりできない、花咲舞、今田が、弱い立場の人たちのために立ち上がる姿が痛快な、エンターテインメント作品。池井戸氏の小説、不祥事を名作に、2014.15 年に、杏子の主演で、ドラマ化されて、大ヒットし、ドラマ放送後には、ドラマと同名の新作小説、花咲舞が黙ってないも出版された物語を、主人公、舞役に今田、舞の場となる上司、相馬健役に山本浩二という、新たなキャストで届けている。池井戸氏が訪れたのは、舞の叔父、花咲健、上川隆也が営む、趣向所、花咲のセット。竹好きの池井戸からのリクエストだ。この日に出番があった今田、山本、二人の上司、柴崎太一役の飯尾和樹、ズンという臨天班メンバーを呼び、上川と共にドラマの感想や今後の展開についてざっくばらんに語り合った。ようやくここに来られました。僕ね、花咲のシーンが好きなんですよという池井戸氏。上川曰く、前のドラマの時からそう言っていたそうで、どうしてなんですか？先生の作品の中にはない要素なんですが、と、興味津々。花咲は、舞と叔父の件を中心に、酒を飲みながら緩やかな空気で、物語が進む空間だ。池井戸氏がこの場での対談を希望した理由を、もともと、花咲は、原作には出てこないんですが、ここがあると銀行内のギスギスした感じが、ふっとほどけますし、登場人物のプライベートなところが立ち上がってくる。いいシーンだなぁと、いつも思って見ているんですと明かした。すると山本が、確かに箸休めではないですけど、ちょっと安心して、落ち着いて会話ができる場所ですよねとうなずき、今田も、撮影も、すごくリラックスした雰囲気の中でやっています。お料理も、毎回、本当に美味しいんです。と答えると、飯尾は、こちらのお店、値段も、安いですよね。多分家賃がかかってないですよね、とコメントして、笑いを誘った。ドラマの感想を求められた池井戸氏は、今田演じる、花咲舞が風になってましたよ。新しい風になっていました。杏さんがずっとやってらっしゃった役を引き継ぐのは、とても難しいと思うんですけど、完全に自分の役として昇華されていた。すごい迫力でした。お言葉を返すようですがというあの言葉の後に何が来るかがテレビ越しに見ていてもかなり怖いです笑いと絶賛。隣で聞いていた今田は笑顔になりありがとうございます。舞は演じていてすごく疾走感と爽快感があります。ぐさっと来る瞬間とか言葉が出てくるんですがくすっと笑えるようなところもあるんです。そこの緩急というかバランスが演じていてとても楽しいなと思っていますとやりがいを語った。他にも上川が出演した前作についての話や花咲舞が黙ってないというタイトルが生まれた経緯など分けあいあいとした空気の中で対談は進んでいった。池井戸氏の代表作といえば花咲舞シリーズの他に半沢直樹シリーズも有名。銀行マンの半沢直樹が様々な汚職や事件に巻き込まれながら対峙していく大人気シリーズだ。今回
在のドラマの原作小説花咲舞が黙ってないには中盤から半沢が登場する。そこを聞かれた今田は原作を読んでいる方は特に楽しみにしているところだと思います。撮影はこれからなので私たちも楽しみにしています。見てくださっている皆さんもぜひお楽しみにと伝え、池井戸氏は撮影頑張ってくださいと激励した。5月4日放送第4話では、舞と相馬が凛岬で舞の元彼平井優馬、前の友岡と偶然鉢合わせる。その夜花咲を訪れた平井は舞たちに会社を東京第一銀行から出向してきた役員助川信次、山西敦氏に乗っ取られそうになっていると相談を持ちかける。相馬は元上司でもある助川の疑惑に珍しくやる気を見せ、休日返上で調査に乗り出すと思わぬ実態が明らかに。果たして助川の真の狙いは何なのか。ドラマガイド最新シーズン、ドラマガイドシーズン2024年春 TV ドラマガイド2024年4月5月6月にスタートする春ドラマの出演者、主題歌、見どころ、会見情報を深夜ドラマや BS で放送されるドラマも含め曜日ごとに一覧でお届け。連続テレビ小説虎に翼、石原さとみ、亀梨和也、デスティニー、山下智久主演、ブルーモーメント、赤楚守に、錦戸亮、リベンジ欲望の果てに、マイナス、永瀬廉主演、東京タワー、長谷川博美主演、アンチヒーローエトセトラ、連続ドラマの情報をまとめてチェック。2024年、冬、TV ドラマガイド吉高由里子、江本優で送る NHK 大河ドラマ、光る君へ、山下智久、福原遥、正直不動産に、桜井翔主演、新空港選挙、渡辺翔太主演、先生さようなら、道江俊優主演、マルスゼロの革命マイナス、阿部サダヲ主演、不適切にも程がある、永野芽郁、山田裕貴、君が心をくれたからなど、2024年の冬に放送がスタートする連続ドラマを大特集。あらすじ、出演者や記者会見リポートなどを随時公開。